れ。はい、皆さんこんにちは。シンガポール支店の小山です。今日はですね、こちらチャイムスの方に来ております。もともと修道院だった場所で、今はレストランとか、まあ、少しお買い物できる場所、カフェとかが入っているので、中覗いていきたいと思います。何ですか？立ち入り禁止になってました。このようにですね、インスタ映えスポットにもなっているようですね。ここが1階の開けた広場みたいになってますね。ぐるっと一周しましょう。お昼2時半、こっち左側がね、中華で有名なレイガーデン。一つ星かな。何これ、香港。あれ。はい、では地下1階の方に行ってみたいと思います。ね、ライブハウス。今はね、ちょっとコロナに気にしまってますけど。もうビデオは。場所を変えて今ラプルズホテルの方に来たんですけれども、ラプルズホテルといえばね、ドアマンの方がとてもこうユニフォームが特徴的で有名なんですけれども、無事に一緒にビデオを撮っていただきましたので、初めてです。撮ったことありますか、谷口さんは？私はないです。あそこにも彼同じ人じゃないか。はい、ここにラフルズドアマン。気さくにカメラに応じてくれました。こっちがブティックですね、ギフトショップ。これ知らない人もいるんじゃないかな。2020年かなに移動したので。はい、今ブティックの方に入りました。ちょっと谷口さん、歩きながら紹介お願いします。俺ができないな。ここは何だろうね、お土産コーナー。ドアマンのモチーフでした。ここが歴史を学べるコーナーですね。これですね、これフルズホテルといえばシンガポールスリングっていうカクテルになるんですけど、で、ね、こう床にピーナッツ、落花生を落としながら食べるカクテルになってます。かわいい。これ発祥のバーがこのホテルにあります。結構いいお値段するからね、これどこも。このコップで50ドルくらいです。これ、はい、一番人気かな。
ナップルズホテルのバー、これですね、ロングバー、バーの名前です。まあ、カヤジャム、カヤジャム人気12ドルです。懐かしいんじゃないですか。これ昔と袋変わってるんですよね。昔本当のあの朝でできた袋だったんですけど、今は変わってます。引っかからないし、あの服についたりしないですよ。大事です。開かない。引くでしょこれ。あ、かわいい。見てください、かわいい。32ドルです。2800円くらい。これでもいいですね、お土産で。ポーチは何個あってもね。あったよ。足りない。あ、それです。旅行にいいのかな。そうです、ね。パスワードポーチ。パスポートとか。1500円くらいです。はい。お願いします。T シャツですね。お値段35ドル。3100円くらいですかね。3000円くらいか。かわいいです。トランプ。かわいい。トランプ。25ドル。違う。トランプは。トランプは英語ではトランプじゃありませんよ。はい、この辺がですね、まあ、定番のお茶系のお土産になるんですけど、昔とちょっとパッケージも変わってたりしますが、お値段が、まあ、大体30ドルから30、そうですね、5、6ドルっぽいですね。サイズによって違いますけど、2500円くらいかな、ね。いろいろありますね。はい。こっちは何だ。チョコレート。チョコレート。あ、美味しそう。シンガポールスリングトリュフ。カクテルになってるやつの。How many pieces? 110g。これは昔はなかったですね。トーマス・スタンフォード・ラックルさんです。ラックルズホテルは彼の名前を取ってね。並んでみて。顔ちっちゃいですね。顔ちっちゃいな、ラフルさん。ちょっと嫌だな。やってないですけど。